はいどうも、つるちゃんでございます。えー、今日は6月の5日水曜日ですね。えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか。もう外もで、外もですね、ちょっと歩いただけでも汗が出るぐらい、だいぶ暖かくなってきております。えー、今日はですね、意外とですね、この、アジ会指導主師匠の大道というね、えー、内容が、 意外と好評を博しているということで、今日もこちらで行ってみたいと思います。今日は、えー、画像界実践語講のうちの3つ目ですね、時間原始というところを紹介したいと思います。えー、時間原始と、陰徳あれば、養蜂あり、物位、物直の学会と、 同志を守り、高線ルフの勝利を開く。この一点で皆、時間をやりくりし、真剣に任務に、はせ参じてくれていると。経済的な試練もあろう。仕事や家族や病気などの悩みも多々あるに違いない。しかし、 ひとたび任務につけば、いかに自分が苦しくとも、爽やかな振る舞いで同志に励ましを送る。悪に対しては痛烈な破竹の論陣を張ると。正義の旗を高らかに掲げ、勝利のスクラムを拡大する君たちを、日蓮大聖人は、 迫害の嵐の中同志の要として歯を食いしばって戦い抜いてきた四条金吾に繰り返し陰徳あれば用法ありと教えられた誰が見ていなくとも人知れぬ汗と涙と祈りを仏はじっと見ている仏法の妙の将乱は 絶対に間違いないのだ。その意をず山本真一は、在りし日の戸田情勢を忍びながら、懐かしそうに思い,をあ思い出を語っていった。遅刻などしようものなら、戸田先生は、 地産その意を絵図だと言って激しく叱責されたものだったと戦闘開始という時に配置につくべきものが遅れたならば全軍が滅びてしまうことにもなりかねないというのが先生のお考えであった君は毎日あ失礼私は毎日ですね 30分前には出勤して、きれいに掃除をし、皆を待つようにしていた。えー、ここはあの人間革命の映画でですね、描かれていたシーンですね。遅刻は社会人として大事な信頼を自分の手で汚すことに等しいと。 一時が万事であると見るのが社会の見方だ。また、寝坊するなどして遅刻が重なると、結局嘘をつくようになると。しかし、そんなことはすぐ,すぐにばれ、信頼をなくすことになると。一度失った信頼を取り戻すことは大変だよ。 まず朝に勝とう人間革命といっても抽象的に考えるのではなく身近な問題から挑戦していくことが大事だよ一日のスタートダッシュを何事も大事なのは基本に徹することだ。 仏道修行の基本は、権行正代であると。と御書に、蝶々、仏と共に置き、とあると。とこれ、有名ですね。私たちは、朗々たる朝の権行で、今日中に、願女の太陽を昇らせよう。今日も、外貨のファン・ファーレを奏で行くのだ。我が子、 戸田常生先生は朝に厳しかった朝の出勤で人物がわかると言われ遅刻は厳重にいさめられたもちろん仕事や勤務の形態は多様だろう要は一日のスタートダッシュの勢いであると。特に新社会人は 皆に先んじて出社し、元気に声を出して、挨拶をしていくことだと,ということですね。えー、っと、部活の頃でしたかね、えー、よく先輩より先に行って準備をしなさいと、えー、教えてられたものでございますね。<laughs> はたまた、まあ、私もですね、普段からですね、えー、バタバタするのは苦手な方しかですね、嫌な方なので、 なるべく、ここに書いてある通りですね、30分ぐらい前には会社に行って、えー、余裕を持ってですね、仕事に着くということを実践しておりますし、朝もですね、バタバタするのはもう嫌なので、早く起きて、ゆっくり言議をしてですね、それから一日をスタートするということを心がけている次第でございます。えー、皆様はどのような、えー 感じで過ごしていますでしょうかよかったらコメントで教えていただけると嬉しいですでは本日の動画は以上で締めくくってみたいと思いますチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょう